高橋修6月30日隊は、日本の画家、版画家、彫刻家。元独立美術協会会員、倉敷芸術科学大学名誉教授、文化功労者。本名は、高橋秀夫。本名の姓の、項は、いわゆる、はしご高であるが、筆名の姓の、項は、いわゆる、口高である。倉敷芸術科学大学芸術学部教授。 州アートスタジオ主催などを歴任した。1930年6月30日、広島県足名郡阿弥来村にて生まれた。1948年3月、広島県立府中中学校を卒業した。1950年、武蔵野美術学校に入学したが、半年で大学。1951年より、独立美術協会の緑川光太郎の自宅に住み込み、 制作の指導を受けた。1961年第5回、安井賞を受賞するも1963年より2004年に、帰国するまで、イタリア、ローマに滞在した。1979年には、友人の版画家、池田マスオに壊れ池田マスオ原作、監督の映画、映画界に捧ぐの美術監督を務めた。日本全国、欧米のギャラリー、美術館での古典、 グループ展やモニュメントの制作などを行う。1995年に、倉敷芸術科学大学教授に就任。2011年より、倉敷芸術科学大学名誉教授となる。1994年に、四十号賞を受賞。2004年、マルセン文化大賞。2005年、山陽新聞社賞。2008年、岡山県、三木記念賞を。 受賞、2010年岡山県文化賞を受賞。2020年文化功労者。絵画作品以外に、版画、モニュメント、写真など、多角的に制作する。抽象的な作品ながら、その印象から、エロスの画家と言われる。エロスを感じさせる、簡潔な線とフォルムの二大要素で表現は、高橋周にとって必要な要素である。ありがとうございます。